やつしまカラさん。はい、カラさんお願いします。お願いします。やつしまカラです。ピン芸人です。よろしくお願いします。ちなみに占い師もやってます。フロンティア占い館っていうところで毎週火曜日に占ってます。手相とタロットと人相占いとオーラリーディング、それから前世占いなんかやってます。ということで早速ネタをやってみたいと思います。ありがとうございます。はい、コント英会話講師。 Hi everybody、 ハッピー英会話の講師ナチュマカールです。今日も私と楽しく英会話を勉強していきましょう。それではまず日常に使える英会話から。Hey John, what happened? You look so unhappy. Oh, hi Carla. Tell the truth, I damaged the car I rented, and I was told to pay for the damage. Oh John, that's too bad. Then have this bus. After having this bus, my concerns were all gone. Oh Carla, that's a great idea. I feel happy with this bus.皆さん、今何て言ったか分かりましたでしょうか？もう一回日本語で再現すると。はい、ジョン。どうしたの？おかない顔して。おう、カーラ。実はね、借りた車をぶつけてしまってさ、その弁償しろって言われたんだよ。まあ、それは大変ね。じゃあ、この壺を飾ってみて。この壺が来てから、私の心配事はみんな消えたの。おう、カーラ、それはいい考えだね。僕もこの壺があるとハッピーだ。さあ、この会話のポイントは皆さん分かりましたでしょうか？疑問文の作り方、それとも相手を心配する文法？そんなことで全然ないわ。この会話のポイントはね、この壺が実在するっていうことなの。実は私も一つ持ってるんだけどこれよ。これがあるとね、神の意識を感じるの。神の意識よね。はい、ここで皆さん発音の練習もしておきましょう。 Repeat after me、 後についていってください。 Happiness、
襲われる、襲われない、襲われる、襲われない、襲われる、私また管理人さんに襲われるんだわ。ゴミの出し方ベッドのヘビさん、燃えるゴミで出せるかどうか分かんなかったな。逃げ出さないようにちゃんと口を縛っておかなきゃ。できる、できない、できる、できない、できる、やった。私、一昨年の12月に相方に捨てられてからずっとピンだったけど、相方できるよね。私、次々と相方が業界から消える死神って呼ばれてたの。はい、このコントは以上です。ありがとうございます。3つ目いきます。はい、コントミステリー。ただいま、お姉ちゃん、今日のご飯なに？疲れちゃった。あれ、お姉ちゃん、あれ、あなた誰？なんでナイフ持ってんの？こっち来ないで。いやどうしよう、お姉ちゃんの部屋に勝手に入っちゃった、怒られる。机、わ、すごい力、この重い机と私のセクシーでナイスバーディーな体重ではとても支えきれない。どうしよう、プリンター、よいしょ、あ、やばい、コードぶっちぎれて火花散ってるじゃん。どうしよう、こんな時にはどこに連絡したらいいの？ヨドバシカメラか。ああ、電話隣の部屋だ。どうしよう。すいません。ヨドバシカメラに電話してもらえませんか。このままだと感電死します。すいません。あ、ここ防音室だった。お姉ちゃんホルンの演奏者だったのよね。私もきっとホルン演奏したらみんなも私に惚れる。なんでこんなギャグ飛ばしてる場合じゃなくてさ。いや、どうしよう、チョイス2つ。感電死したら髪の毛こんななって、ニューヨークの自由の女神みたいになって死ぬわけでしょ。で、顔毛収まりきんないじゃん。あの格好でお葬式ちょっと嫌よね。あいつ私のことナイフで一発で仕留められるかな。なんかあいつ目玉ぶっ刺しそうなのよね。まあ気持ちはわかるのよ。私も目玉焼き食べるときにやっぱり半熟の黄身をブスッと刺して、あそこからジュワーって黄身がこう出てくるの好きなのよね。あれたまんないじゃない。で、それはまあどうでもよくてさ、2つしかチョイスないの。逃げよう、そうだ、逃げればよかったんだ。よし、窓から逃げるわ。よいしょ。待って、私高所恐怖症だった。うわー怖い。こんなところから落っこったら顔ぐちゃぐちゃで誰が死んだか分かんないじゃん。身分証、あ、隣の部屋だ。あ、ここだね。どうしようかな。そうだ、隠れよう、押し入れ。開かないよ。いた、うわー、いろんなもん飛び出してきた。私の買ったばかりのブラじゃない？お姉ちゃんが取ったの。しかも片っぽに5枚ずつパッド入ってし、こんなんつけたら満員電車で場所取って邪魔でしょうか。迷惑よね、まったく。もう、いや、来ないで、助けて。隣の部屋のお姉ちゃんの恋人の鈴木さん、お姉ちゃんが、お姉ちゃんが盗んだブラに片方5枚ずつパッドを入れていた。以上です。どうもありがとうございました。